アンマイナス -94 は、AK やドラグノフ狙撃銃などの製造を行う、ロシアのイズマッシュ社のアサルトライフルの一モデル、AK-74M と並行して、ロシア連邦軍で配備されている、アバカンとも呼ばれる。本銃には、グラオーコードで 6P33?633 が付与されている、5 4 5 x 3 9ト、mm、ル弾を採用した AK-74 の、 後継モデルとして開発され、1994年にロシア連邦軍に正式採用された。設計者は、ゲンナジーニコノフラで最初の2発の弾丸を単間隔で発射する機能を特徴としている。右側面に折りたためる重傷を採用し、強化プラスチック部品も使用されている。アンマイナス94の名は、545、1994の略である。なお、 ロシア連邦軍はソ連崩壊による経済難やアンマイナス94本体の複雑な設計などにより AK マイナス74を置き換えるには至らなかった。高い発射速度の2点バーストが可能。この2点バーストモードに限れば発射速度は1800発、フンと高速であり、1発目の反動で銃口が跳ね上がる前に2発目も銃口を飛び出すため、 通常のフルオート射撃よりも2発目の命中率が高くなり、殺傷能力向上、ストッピングパワーやボディアーマー貫通能力の向上も期待できる。フルオート時には最初の2発のみが1800発、フンの発射速度で発射され、3発目以降は600発、フンの発射速度となる。この発射速度を実現するため、薬室へ薬莢が装填される前に、スライダー上へ薬莢が運ばれ、 その後に、薬室へ装填される機構を持つ。このスライダーは、スチールワイヤーとプーリーにより作動し、その機構を避けるためマガジンは、いてから見て、右下に傾いた状態で銃に装着される。重心、ガスピストン、ボルトキャリア、上部レシーバーが一体化され、下部レシーバーの上に乗っている。重心コンポーネントは射撃の際、ショートリコイルに似た前後動を繰り返す。 この構造によって射撃の際に発生する反動が緩和される。重心先端にはガスチェンバーを2個持つ新設計のマズルブレーキが設けられる。重心コンポーネントには念入りなカバーが施されており、粒ぶぬれになっても水から出ていれば射撃可能で、砂塵などへの耐久性も高い。全体的に大ぶりであり、重心が前方にあるが、これは射撃時の反動を抑える効果がある。 従来の AK では、銃剣は銃身の下側に装着され、同じく銃身下に装着される、グレネードランチャーとの併用はできなかった。しかし、アンマイナス94は AK 用の銃剣をそのまま使用でき、いてから見て銃身の右側に着剣される。銃剣がグレネードランチャーの軸線と干渉しなくなったため、両者を併用することが可能となった。激発機構を含む、 グリップ周辺部が容易に着脱可能な構造になっている。これはソ連崩壊後のエリチン政権、プーチン政権初期に横行した軍の銃器の横流しを防止する意味合いが強い。また、開発初期に軍部の反乱が強く警戒されたことから武装解除を勘弁化する意図もある。アイアンサイトの消耗は AK のデザインを脱し,し、風車型のダイヤルを回して切り替える方式となった。 言ってから見て、レシーバーの左側面には、AK などと共通のアクセサリーレールが設けられている。堅牢であり、かつ最新装備がお趣味なく用いられている一方で、CNC 切削加工が多く、プレス加工などを多用した、それまでの AK 系ライフルよりも製造コストが高い。また、AK-74M と比べ0 5ラム程度重量が増加している。AK と比べ内部構造が、 複雑化したため、分解整備が難しくなった。また、発砲時の排熱が悪くなり、作動不良を起こしやすくなった。そのため、ロスト2 0 0 5後のデモ射撃でも、頻繁に作動不良を起こすなど、信頼性に問題を抱えている。重傷を折りたたむと、引き金部分を覆ってしまい、いてから見て、10ミリ側面からの操作ができなくなる。また、セレクターレバーと安全装置とが別個になっているため、 取扱いには、修熟を要する。設計者であるニコノフの自己死により、改良とバリエーションの開発が大きく遅延している。アバカンは1978年から1994年にかけて行われた次世代アサルトライフル開発プロジェクトの名称で、この名称はシベリア南部のアバカン要塞や博士共和国の首都名に見られる。このプロジェクトは、 AK-74 の連射命中性能を上回る 5.45mm アサルトライフルを設計することが目的でソ連の多数の交渉が多種の試作品を設計した。本銃はこのプロジェクトで選出された試作品 ASM を改良したものである。しかし ASM はアバカンとは呼ばれていない1994年にロシア連邦軍に正式採用された。 当初はエリート特殊部隊に配布されるに止まったが、近年のロシア経済の回復により、現在おおむね1小隊につき1丁の配備まで進んでおり、ドラグノフ狙撃銃と併用することで、AK の単射程問題をカバーする運用を行っている。アン -94 の射程支援に合わせたと思われる、狙撃銃 SV-98 も開発された。ありがとうございます。